ヘリグロヒキガエルは、両性鉱無微目ヒキガエルかヒキガエル族に分類されるカエル。未判定外来生物。インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、中国南部、台湾、ネパール、パキスタン、マレーシア、ミャンマー、ラオス体長6から12センチメートル。分担から次線にかけて隆起があり、この隆起の縁が黒いことが和名の由来。皮膚には、 先端が黒いぼがあり、次石は大きい。外敵につかまれる等の刺激を受けると、次石やイボから乳白色の毒物を分泌する。退職には変異があり赤、黄、黒等がある。草原や森林、農耕地、民家近く、都市部等幅広い環境に生息する。陸生で繁殖期以外に積極的に水場に近づくことはなく、比較的乾燥した環境を好む。 夜行性で、昼間は、石や、倒木の下等で休む。食性は肉食性で、昆虫類や節足動物、甲殻類、陸生の貝類、ミミズ等を食べる。素早く舌を伸ばして、獲物を捕らえ飲み込む。繁殖形態は、男性で、2から4月に、地上の水草や石の下等に、長い紐状の寒天室に包まれた卵を産む。 リースとコンサーン民家近くや都市部で見かけることもあり、夜間になると大量に出没することもあるため、生息地では人間に身近なカエルだと思われる。本種の皮膚から分泌される毒物を乾燥させ、センソという漢方薬として用いることもある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。しかし2005年に外来生物法により引き換える属が数種を除いて、 未判定外来生物に指定されたため、2007年現在、本種を含む引き返る族の日本国内での流通はほぼない。ありがとうございます。